ははいこんばんばハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です新型コロナ、皆さん買い物、変化ありましたでしょうか、ちょっとこのデータを見てください、はい,、はい、いろいろと買い物で変化は多いんですが、まず1個、スーパーが週末密になっている、ホームセンターにお客さんが増えている、あ EC サイトの利用が増えている。 まあ色々と買いい物の変化が起きています例えば、今、EC サイト、まあ、オンラインでショッピングもできるようになってるんですが、やっぱりちょっと雰囲気が違いますよね。あの昔はリアル店舗に行くときは、こういうショッピングバッグを持って、これ歩いてること自体が買い物の楽しみだったんですけれど、今はそれもなくなってしまっていると。じゃあ、オンラインになって、あるいはこのコロナ時代、買い物っていうのはどう変わるのか、まあ、ちょっと買い物の未来について、今日は。 話し合ってみたいと思います。ゲストはですね、マザーハウスという会社、まあブバッグとかジュエリーを売っている会社ですが、そこの代表取締役副社長の山崎大輔さんと今日はお話をしたいと思います。えー、山崎さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。えー、どうですか新型コロナ、やはり影響は大きいでしょうか。いやいや大変ですよ。多分その、うん、特に今その多分まあ旅行とかホテルの次に大変なのは多分その不要不急の プロダクトを売っていいる小売だと思います、ね。ファッションとか、うんえー、物販とかはやっぱりすごい大変だと思いますね、店が全部クローズしてますんで、まあ、飲食店は今、デリバリーみたいな道が新たにできてますけれども、まあ、EC 以外のなかなかこう選択肢が見つからない中で、みんな苦しんでると思いますけどね。いやー、本当そうですね、今日はちょっとその辺の今の現状と、あとは買い物が今後、コロナ以前以後でどう変わるのかっていうのを、ちょっと今日議論していきたいと思います。 まずはじめに山崎さんのちょっと紹介を皆さんにしたいと思います、ね。ちょっとこの資料をご覧ください。はいこちら、山崎さんはゴールドマン・サックスご出身で、今は代表取締役副社長という立場です。えー、マザーハウス・カレッジとこれ、私も参加したことあるんですけど、いろんな、えー、指揮者とかですね、あの著名人とか、学者の先生を呼んで、まあ、みんなで学び合おうというイベントをやってらしたんですが、このコロナの時代はそれを YouTube でやってらっしゃると。 で、えー、と新庄が、えー、ウォームハート、クールヘッドというのがモットーとされているという方です。山崎さん、ちょっとマザハウスさん、あのご存じない方のために少しだけ説明していただいてもよろしいでしょうかはい、あのー、2006年に創業した会社なんですけれども、一言で言うと、先ほど話話あったように、ファッションプロダクトを作って売ってる会社です、バッグとかジュエリーとかアパレルなんですけれども、じゃあ、何が違うかというと、途上国から世界に通用するブランドを作ると。 途上国にある素晴らしい素材とか人材とか技術に光を当てて、途上国のイメージを変えるためにプロダクトを作っている。で、それを工場を持って作っていて、日本、香港、台湾、シンガポール、あとパリで、フランス、パリでですね、えー、今40店舗展開をして、えー、そういうものを売っているという会社で、全世界で700人ぐらい働いている会社になります。今ちょうど、あの、もう世界的ロックダウンで、私たちの700人もですね、だいたい今50人ぐらいしか出社できてませんね、正直。 世界的に見てうちの会社は回、ま、転、あ、休業状態みたいになってるという状況ですそうですよねあの、本当にグローバルで展開されている分、あとは自社で工場を持ってらっしゃる分、工場もお店もっていうことがあのインパクトの大きさを物語ってるかなと思います。こちらがトップページなんですが、こういったいろいろなバッグ、私も持ってるんですけど、本当にすごくクオリティが高いあの商品を扱ってらっしゃるところです。お店もですね あのもう何度も行きたくなるお店というか、あの普通のお店とちょっと違うなと、あの長居したくなったりしますし、まあ、木の匂いがするようなお店で,で、すねあの店舗ごとに雰囲気も違うなというのは、私の印象です。で残念ながらあの、4月の8日から、えーまあ、国内外の約30店舗が今、臨時で休業中ということですかね。そうですねはい、うん、どうですか、やはりあの4月8日、決断された時はどんなお気持ちでしたか。 いやまあ正直迷いはなかったですね。やっぱりあの、うん、もう僕らは緊急事態宣言が出たら絶対に店を閉めるっていうのを言っていたので、 まあそこは迷いはなかったですけれども、やっぱりまず、その働いてるスタッフの不安をどう取り除くかっていうことをすごい考えました。当然、まああの、皆さんね、収入ってことも気にするんですけど、やっぱ仕事ができなくなるっていうのは、やっぱ自分の存在価値みたいなものもなんだっけってところにやっぱ向き合ってしまうので、うん、まあそういう形でこの休業期間に私たち何ができるかってことを考えて、今全力でいろんな研修やったりとか、新しい事業を立ち上げたりしてますね。 はい、あーなるほど、それは私もお店行ってびっくりしたんですけど、結構遠いところからお店に来たりとか、あるいはお客さんがですね、うん、このジュエリーはどういうふうにできてるんですかとか、どんな国から運ばれてるんですかって、本当にそういう会話をしているのを聞いたことあるんですよね、うんで、それを通してやっぱり働いてる方も、あ自分はなぜマザーハウスで働いてるのかなっていうのを実感する場にもなってるなと思ったので、単にお店が閉まるっていうことではなくて、まあ、かなり人のアイデンティティに関わることだなっていうのを感じましたね。 そうですねお店はコミュニケーションの場なので、やっぱそういう部分でおっしゃる通りかなと思いますね、はい、あとはやはりあの、工場を持ってらっしゃるというのも、すごく強みでもあるんですが、今、残念ながら、バ,バババッとコロナは日本だけではない、問題では当然ないので、こんなに影響があるということですかね、やはり工場停止っていうのも大きいですよね。 そうですね。あの、あと、新型コロナの話って実は今、途上国に大きなリスクがあるって言われていて、インドなんかもう1万人超えるね、感染者の人が出てますけれども、あの、まあ、世界中に今ロックダウンしてますと。で、それだけじゃなくって、バングラデシュなんか世界で一番リスクがある国だと言われてて、まあ、やっぱりその人口密度が非常に高い密な状態があると。あと、やっぱりあの、今、大量にやっぱりこう、途上国広がってるのがですね、あの、糖尿病なんですよね。 糖尿病のリスクがすごい高くなってると、やっぱりその移るリスクとか抵抗力下がってるんでっていうのが一つと、あとやっぱ医療機関とかがすごく少ない、医療が発達してないっていうところで、実は次のリスク、世界的なリスクは途上国だというふうにも言われてますよね。そういう中で私たち工場をやってるので、やっぱどうしても、あの、まあ、そういうのが整ってない国で工場やってるケースが多いので、そういうリスクと向き合いながらやってるっていう形にはなってますね。で、今は全部の、まあ、工場が休みということになっていると。 なるほど、あのはい、普段あの、そういう途上国が仲間というか、仕事仲間というのは、どういうふうな考えていますか、例えば、まあ、コロナとか感染症だけじゃなくてです、ね、例えばバングラデシュだったら、まあ、テロが起きたりとか、常にそのビジネスとは別に、その国の政治とか、こういう感染症を、うんえー、会社のリスクに考えなきゃいけないというのは、結構大変ですかね。 でも、あのー、これね、本当に今ポイントだと思ってて、実はその、バングラディッシュはですね、3年前にテロがあって、はい、で、私たちやってる去年、香港でですね、もうあの、ご存知の通りデモがあったり、うん、スリランカでも、うん、あの、去年一番大きいテロってスリランカだったんですよね、3月。300人以上の方が亡くなった。で、毎年毎年僕らは実は世界のリスクと向き合って、あの、ビジネスをやってるんですよ。 で、そうするとですね、あの、結構まあ正直言うとそういうのと向き合って、いかにスタッフ守るかとか、そういうことを考えて動いてる会社です。だから、日本で今回新型コロナの話が起こった時にですね、あまりにやっぱ日本の社会が、そういうリスクに対しては非常に脆弱だなっていう感覚を、あの、持ったのは事実ですね。 なんからヨーロッパの人たちと話してても全然違いますよ。ヨーロッパもやっぱりテロが結構一時期あった時代もあったし、フランスなんかもそうですけれども、最近はストライキなんかも激しかったんで、結構なんか家にいるみたいなものとか、道路が封鎖されてるみたいなことも比較的普通に日常あったりしてたんですよね。だからやっぱり世界と日本の違いみたいなものもそういう部分で僕らビジネスやってて感じる部分は正直あります。うん、確かにそうですね。はい、あの、政治のコミュニケーションを見ていても、 まあ、いろんな意見ありますけど EU のリーダーの方がもちろんあの死者の数とは全然違うんで単純には比較できないんですが、まあ、慣れてるというかそういう危機の状態とか、えー、パンデミックとか、まあ、戦争とかですね良、まあ、くも悪くもあの非常にオペレーションが慣れているなと、ね、でもそれはねやっぱり本当その通りですねやっぱどういう言葉を発するべきなのかって、うん、リーダーがっていうことに対して、うん、やっぱりこう自由が脅かされるみたいなテロとか そういうのに対しての言とと非常に似通ってるとか、やっぱり戦争の歴史があるとかっていうことがすごく影響してるな、今回のリーダーシップのコミュニケーションでもリーダーあの影響してるなっていうのは感じますよね、やっぱりね、確かに。うんそうじゃあちょっともう一回、国内の話に戻ります、あの資料を1回めくりますね、はいはい、こちら、朝日新聞の資料なんですが、まあ、当然のように各業界がもう同時多発的に影響を受けていると。 えまあ冒頭でもちょっと紹介しましたが、どん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 今、いろんなお店が来なくなっていて、特にまあ百貨店とかですねまあ居酒屋とか、そういった店舗が減っているという状況ですが、山崎さん、いかがでしょうか、過去にもですねまあリーマンショックとか、あるいは震災とか、いろいろとあの経済に影響できる起こるあの出来事あったと思うんですけど、今回、2006年に創業されてから、危機のレベルというとどのぐらいですか。いいややもう比較なならないですよやっぱり まあ正直、あの、もう売り上げがほぼゼロに近くなりました、一回。なってます、今の段階で。店全部開いてないですから、国内はですね。うん、あの、こういうことは今まで14年間やってきました1一回も経験してない。で、近いところで言うとですね、あの、東日本大震災後の、あの、東京の電気がなかった状態。あの時って、あの、営業時間短縮したり、実際してたんですよ。 で、あの、今でも思い出しますけど、百貨店さんとかに立ってるとですね、今日は6時までですみたいな話で、そしたら経産省からいきなりお達しが来ましたって言って、3時に閉めなさいみたいな話になって、いきなり慌てて店閉めるみたいなこととかもあって、あの時に売り上げが大体こう、昨年対比2割ぐらいになったんですよね。うん、であれの、あれがずっと続いてるような状況みたいに近いです。うん、うん、なるほど。まあ、はい、あの、新型コロナ、あのー、あ、ちょっと今質問が来ましたね。あのー、 ファッション業界の未来はどうなるのかという質問ですが、まあ、ここはちょっと後半でぜひ議論していきたいと思います。うん、ありがとうございます、質問。はい、それでですね、あのー、まあ、いろいろと工夫はしないといけないと、そうは言っても経済を回すというのは非常に大事なので、えー、マザーハウスさんもいろんなことをやっていらっしゃいますが、この一つ、このマザーハウスライブストアというのが非常に面白いなと思ったんですが、これ簡単に説明していただいてもいいですか、うん そうですね。あのー、やっぱりこれお店っていうのが僕らにとってはお客様と繋がる、やっぱ一番大きな場所だったんですよね。で、それが全部消えてしまって、で、1日何千人という方がやっぱお客さんお店に来てくださってたんですよ、今までは。で、それが全く来なくなる、お客様と会えなくなるって言った時に、まず僕らが考えたことっていうのは、とにかく、なんかどうお客様と繋がるか。 で、単純に EC ショップってどうしても商品が普通に並んでいて、人を感じるというよりも物が並んでるだけになっちゃうじゃないですか、やっぱり。まあ別にあの効率よく物を買うにはその方がいいわけですけれども、あのそうじゃなくって、そこに人を感じるようなお客様とのつながり方ってできないのっていうのをもうあの4月8日の前のところから問題意識を持ってですね、で実際立ち上げたのがこちらなんですね。だからいかにしてインターネット上でえお客様とつながるかっていう意味でのライブストアっていう名前をつけてます。 面白いですね。ちょっと具体的に見ていきましょうか。えー、マザーハウス TV とか、あとストアチャットっていうのがあるんですが、まずこのマザーハウス TV から教えてください。そうですね。あの、マザーハウス TV はですね、うん、あの、動画とかを使って、あの、本当にこう、お客様が接客を受けるかのように商品のことを聞くっていう、実は。うん えー、テレビなんですね。まあ、ちょっとした通販チャンネルと近いところがあるんですけど、まあ、あの、これ実際立ってるスタッフも、この前まで店長やってた人とかがですね、うん、あの、本当にもう商品知識とかお客様知識が豊富なので、それをベースにしながらも全力で、えー、このバッグはこういうとこいいんですよとか、こういうお客さんのとこありますよってことを一つ一つのバッグについて丁寧に説明をしてるテレビです。 でそれ以外にも、あの生産地のドキュメンタリーを流したりとか、ですねあと、あの今週の水曜日なんか、だから明日ですね、明日なんかもありますけれども、あの山口と私、代表2人でですねあの対談を、えー、したりとかもさせてもらってるっていう形ですね。ごめんなさい、明日じゃあ、明後日ですね、水曜日。うん、はい分かりました、あとでこのツイートの下にリンクを貼っときますが、これ、私も見ましたけど、やっぱり面白いですよね。あの まあ普通の EC サイトだとバッグとかいろいろバーって並んでるだけですけど、やっぱり持ったり動かしたりすると、結構このバッグは大きいからまあノートパソコンが入るかなとか、仕事用に使えるかなっていうのは、動かしたりとか、触ってる人がいると分かりやすいっていうのがありますよね、うん。まあなんか新しい接客体験かなと思いましたうんあ。ありがとううございますすお客さんの反応はどうですか あでも結構見てくださってますね。あの、やっぱり、うん、あの、特にこう見て、あの、すごく疑問だったものが分かりましたとか、やっぱおっしゃる通りで物が動いて、かつ誰かが喋るっていうのが、うん、その僕らってやっぱりこう見て選べる情報と、やっぱりこう見えない部分にたくさんの情報って商品ってあるんですよね。で、それはその商品背景、デザイナーが作った背景だったりもそうですし、やっぱりこう中の使い勝手なんかも全部そうですから、そういうのをちゃんと聞けてよかったってことがすごく、 ありますねで買ってくださった後に見る方とかもいらっしゃいます、うん、結構。やっぱり自分の商品ってどういうふうに言われてるのかなあ、ね、<laughs> 面白いですよ、これは思いましたあの、自分が持ってる商品が後で説明受けるっていうのは、なんか新しいなと思いましたね。うんですね、でやっぱりあの実際喋ってる人間も、もうめっちゃやっぱ好きなので、うん、それが多分伝わるとは思いますけどね。なるほど。あと、面白いのはですね、まあ、商品だけではなくて、えー、こういう山口さん、創業者の山口えり子さんの。 まあ小学校時代の体験とか、まあそういう創業ストーリーですね。そういうのがあったりとか、うん、あと、この山崎さんが、この未来のリーダーシップ。まあこれはえマザーハウスカレッジの YouTube 版ですけどす、ね、はい、まちょっとその商品そのものとはちょっと離れたコンテンツも魅力ですけど、こういうのも入れてるのはどうしてなんですか そうですね。あのー、もともと僕の方はですね、マザーハウスカレッジっていうのをリアルにずっと10年間ぐらいもイベントでやってて、5000人ぐらいの方に参加してもらってたんですね。うんうん、で、あのー、僕自身もすごく学びがたくさんあったんですよ。やっぱお客様と、あの、うん、いろんなゲストを呼んでですね、対談したりとかしながら、学びがあったのがスポーンと消えたんで、やっぱ正直結構しんどくてですね、うん、あ、なんかこんなにみんなでお客様と集まっていろんななんか社会のこととか議論したの楽しかったんだなと思った時に、 あの、もう、とにかく繋がりたくて始めたのが YouTube だったんですね。でもやってみたら、あの、まあ、この、ね、ハフライブもそうだと思いますけれども、あの、やっぱり、繋がり方はいろいろあるんだなと思いました。だから、実はすごい発見で、いろんな質問もたくさんリアルタイムで来るし、楽しかったです、やっぱり。で、そういうのを、まあ、僕もやってますし、山口恵理子ってもう一人、二人代表がいるんですけど、山口も、えー、自分のストーリーを語ったりをしてるっていうことも今やってますね。はい。いや、面白いなと思いました。やっぱり、まあ、動画を、 こういう小売業とかあるいはファッションブランドがするっていうと、まあ、商品の説明とか、まあ、創業者のストーリーはまだわかるんですけどこのカレンジをやっちゃうというか、まあ、リーダーシップについて自分が好きなブランドの企業のトップがやっててそれを見るっていうのはお客さんにとってはなんかすごい新しい体験だなっていうのはすごい感じました。で、二つ目あ、こちらですね。ぜひ皆さん YouTube であの山崎大輔マザーハウスカレッジと検索していくとすごく面白いコンテンツがあ,のあります。あの本当 なんか今、皆さん時間もあると思うので、まあテレビに飽きたなとか思ったら、これぜひ見てほしいです。あの、すごく面白いコンテンツがたくさんあります。あと,ますあとですね、今日実際私、あのー、オンラインの接客を受けてみたんですね。<う>あのー、こちら、さっきの、あのー、一つ、もうちょっと戻りますと、えっ、ー、と、ストアチャットの方ですね。この一番目のストアチャットの方で実際やってみて、まあ、私実際バッグを、あのー、マザーハウスで買ったんですけど、今、 仕事に、あの外に行かないので、まあ置きっぱなししてたんですけど、まあ、肩崩れというか、ちょっとぐちゃってなっちゃってたので、まあ質問をしたら、まあ丁寧に答えていただいて、新聞紙を中に入れた方がいいですよとか、まあ、クリームが必要だったらここのリンク貼ってくださいみたいなのがあって、まあ、本当気軽なチャット感覚でできたんですけど、これはどんな狙いがあるんでしょうかこれあのー、やっぱりですね、本当にこう、ネットって何が起こってきたかっていうと、EC ではですね、いかに効率よく、 いかになんかの情報だけを届けるかっていうところに終始してきたんですよ、ファッションって。僕はそう思ってるんですね。でもそうじゃないマザーハウスらしいネットの接客って何だろうと思った時に、実際これ向こうに人がいるんですね。で、あの、チャットって、そうなんですよ、チャットボットといって、今 AI とか組み合わせてですね、はい、なんか質問を自動で読み込んで、自動で返すみたいなものがすごい実は流行りだったんですけど、僕はそうじゃなくって、 まああのもう名前がこれ、荒川が名前出てますけど、<laughs> はい、これうちのスタッフなんですけど、ね、名前が出て、誰に接客されたかも分かるし、あのそこに人がちゃんとコミュニケーションでこういるっていうことをお伝えしながらやっていくっていうチャットのシステムを使いたいと思って、今、すごく使ってもらってますね、実際。どん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 ,どん増えてます、お、うん、客さんが。 いいや面白いですねあの結構、アメリカの会社を取材すると、もう完全にチャットボット、AI が答えるっていうのは一般的になっていて、まあ、そうでなくても、アメリカではなくてです、ね、インドとか、他の国にコールセンターを作って、そこで、がーっと答えてで、コールセンターの人はなんか、Google マップを見て、その場にいるような雰囲気で答えてるらしいんですけど、まあ、やっぱり、言っちゃいまですけど、嘘くさいというか、あの本当に話してくれてるなっていう気分はしたいんですけど、今日のチャットは、本当に友達と LINE してるような感覚がありましたね。 あ,本当ありがとうございます。うん、あでもよかったです。そう言ってくださって。さすがですね、竹下さん、取材に行ったんですね。<laughs> オンラインの取材。<laughs> はいそう。普通だったらね、お店に行って、雰囲気を見るっていう取材をやるんですけど、今それができないので、ちょっとチャットをやらせてもらいました。うん、はい、この辺でちょっと買い物目は、さっきもご質問がありましたけど、えー、買う人の価値観はどう変わるのかっていう議論を最後、えー、していきたいなと思います。えー、事前に山崎さんと、まあ、それこそチャットでいろいろと雑談してたんですけど、 やっぱりお客さんの価値観が変わったっていうのが1つ、2つ目、同調圧力が高まってるんじゃないかっていう問題提起、で3つ目は、まあ、出会いがない社会、当たり前ですよね、今、ずっと家にいますので、えーまあ、外に行って気分が上がるとか、えー、外に行って新しい価値観に触れてちょっと買い物に行こうとか、まあ、そういうのがどん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 シュリンクしている時代っていうのはどうなのかなというのをちょっと議論していきたいんですが、まずどれからお話ししましょうかまあそうですね、一番上からいきますかね。はい、そ価値観っていうのは今 変わってますかねそれとも単に一時的なもので、まあ自粛が解けたら、また元通りに戻るもんなんでしょうかまあなんかやっぱ正直変わってない部分と変わった部分がありますよっていうことなんですけど、うん、変わってないのはですね、やっぱ人をお買い物したいっていうか、出かけたいっていう欲求ですよね。やっぱりこう今、自粛って話の中でも、まああの、今はね、かなりやっぱーフロックダウンの中でみんな自粛を強くやってますけれども、当初の頃なんかはやっぱりみんな出かけてしまってっていうのがあって、で、実際にやっぱ私たちの店にもかなりお客さん来てくださったんですね。 だから、やっぱり厳しい環境でも、まあ、出かける場所をみんな求めているし、お買い物はその一つの手段であるよっていう価値観は変わらないと思いますっていうのがありますね。ただ、まあ、あの、一方で、あの、まあ、自粛が厳しくなってからというのはですね、あの、すごい変わったなと思うのは、あの、価値観の幅がすごい狭くなってる気がします。で、これどういうことかというと、あの、やっぱり今もうコロナの話が出てからですね、どうしてもやっぱり自分のこと、自分のサステナビリティが、うん、 自分の周りのサステナビリティ、目に見えるところですね。家族とか友人とかっていうところのサステナビリティに、もう、まあやっぱりどうしても執着せざるを得ない環境があると。だから、なかなかやっぱその外に目を向けるっていうのは難しくなってるんですね。で僕らも途上国っていうのが一つのテーマになってるので、かなり遠い世界ですし、見えないところですよね。でそういう興味は一気になんかなくなったなって実は思ってるんですね。世の中から。うそういう部分の価値変容はあったなっていうのは感じますね、正直。 なるほど。あのやはり、まあ、マザーハウスさんの商品ってもちろんあの素敵だとか使いやすいから買う方も多いんですが、そういうプラスアルファがやはりあったと思うんですよね。あのこれを通して途上国の人とつながれたりとか、あと実際お店に行くと、えー、山口恵理子さんの本があったりとか、あと、いろんな工場の写真があったりして、 自分の想像力が広まるっていう感じしたんですけど、確かに今、みんなそこまで考える余裕なくなってますよね。うん。うんで。これはやっぱり、こう、守りの社会が来た時にどうなっていくかっていう、この状況が長く続く可能性もやっぱあるので、で、あの、まあ、生活必需品以外のもの、要するに不要不,急以外の不要不急のものっていうのはですね、基本的に何らかの価値を持ってるんですよね。うん ファッションだったり彩りだったりとか美しいとかいろんな価値があるところでどうしても今価値観がやっぱ狭くなってきてる中で言うとこの後の買い物っていうのがそういうものが響きづらくなってくる可能性っていうのは別にストーリーとかだけじゃなくてですねあと社会的な SDGs とかそういうことだけじゃなくって、うん、なんか美しいとか楽しいみたいなものもすごく限定的になってしまう可能性っていうのはあると感じてますねやっぱり。 そうですよねやっぱりファッションって、うん、まあ家にいて、まあ、誰ともズームがしない日は別に何色の服着てようが、まあ、すごい地味なスウェット着てようがあんまり気にならないんですけど、やっぱり一歩外に出ると思うと、まあ、単にズームでつながってるだけでもちょっと服を変えようかってしますけど、うん、そういう要求がどん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 しぼんできちゃいますよね、でそ,でねその欲望が結構資本主義をドライブさせているエンジンだったと思うんですけど、それがキューってしまってる気がしますよね。ううううん、うん、どどどですか,かぞぞ ああだから僕はそうですね、その、実はその、なんていうのかな、まあ今、えっと、まあ経済っていう部分では確かになんかその、まあいわゆる言い方悪いですけど欲望の再生産みたいなものがあった一方で、うん、なんか価値観の多様化による経済マーケットができてきたっていうのは、実はすごくこの10年間あったことだったと僕は思ってるんですね。うん、やっぱり個人がなんか例えばクラウドファンディングとかで支えていくとか、やっぱ寄付社会みたいなものも日本は非常に弱いですけれども、それでもやっぱ生まれてきて、 自分の興味、まあ、自分が生活を守っていく、その先にあるもので誰かを守っていくみたいなことが広がってきたや先だったので、そのダメージって結構大きいなと僕は思ってるんですよね。うん、どうしてですかねあの例えば東日本大震災の時はもちろんみんな辛かったんですけど、一方でクラウドファンディングが広まったきっかけになったと思うんですが、今回はなんかそっちに行ってない気がするんですけど、なぜだと思いますか まあでもそれはやっぱ当然かなと思っていて、えっと、まず一つは、えっともうメディアが新型コロナ一色であるっていう問題ですね。もうあの別に滝下さんを言ってるわけじゃないですけど、あの、やっぱりあの、どうしてもこう家から出ないってことはですね、まあこの出会いが限られてるってところにもつながるんですけど、やっぱ新しい価値観に触れる機会がめちゃくちゃ減ってるんですね。で、実はそのインターネット上というのは、 結構こう限られた価値観の情報を浴び続けることに実はなりますと。Facebook とかもいつもオールは同じ人たちが並ぶみたいなことが起こるので、あのやっぱ職場に行って何か新しい出会いがあるい。ね、やっぱり通勤中に何かに出会うみたいなこととかって結構あったりするとかっていうものがなくなってきてるっていう意味で言うと、あの価値観があっていうのもあるし、あとやっぱり困ってる人が見えないですよね。実は。うん。あのみんなやっぱり経済的にやばいことが起こってるとか、 あの医療の世界では、病院は医療崩壊で向き合ってる医療従事者の人がいるってことは知ってるけれども、全然やっぱ出かけないから見えないっていう問題があって、なかなかリアルに落ち込んできてないっていう部分もあるかなと思いますね、はい、もうそうなんですよね、あの一応、言い訳じゃないですけど、メディアのこと言うと、ですねおっしゃるように、今、新型コロナの記事以外は読まれないんですね。そうですに、ね、かなって考えたら、一つは、外に出てないっていうのはでかいと思います。 なぜならですね、ニュースって、もちろん普段インターネットで誰でも接種できるんですけど、意外に口コミってでかいんですよ。会社に行って、隣の人がこのニュース見たって風ふうに直接言うとか、あるいは電車に乗ると上に電光掲示板みたいなのが出るじゃないですか。あそこで目にするニュースとか、あるいはまあやっちゃいけないですけど、ちょっと隣の人をちらっと見て、隣の人が見てるニュースを見るとか。 そういうので、思わぬ出会いというのがあったはずなんですよね。で、それがなくなると、いくらデジタルの世の中とはいえ、やっぱり新しい情報が入ってこなくて、本当にスマホだけになっちゃってるなっていうのは、それを感じますね。出会いがないっていうのは、デジタルにも影響してるっていうことがすごい痛感してますね。うん、あでもすごい分かりますね、それは。うん、本当になんかリモートワークとかも、やっぱり、あの時間見えないから、時間きっかりに全部が始まり終わるんですよ。すごく効率がいいんですよね、実は。ただ一方で、無駄な時間がなくなったから、 他の情報が全くなくなって、すごい効率いいなんかミーティングの嵐ですよ、今、僕も。はい、ちょっとさっきのスライドに戻りましょうかね。はい、あ質問来てますけど、なんかコロナを機に、なんか家で使える雑貨などは売ってないんですかっていう質問が来てますが。いやでも考えてますけど、やっぱりなんか今、工場開いてないんで。 うでうね、作れないんですよ、これは結構大変で、あのーまあ、山口エリコデザイナーなんですけど、いろいろ苦しみながらいろんなことを考えてますけど、だけど工場が開かないことには作れないっていう、実はこの問題もすごく大きいんです、サプライサイドの部分で。<ー>はい、あなんか栗山さんもありがとうございます、<ー>マザーハウス応援してます、う嬉しいです、あ,<ー>ありがとうございます、本当に。ちょっとさっきの、えっと、3つの、まあ、出会いがない社会を今、議論しましたね、これは結構でかいですが何かか。 えと補足することありますか、出会いがなくなったことによって、まあ、価値観がどんどん狭まっているというのは、すごいいいポイントだなと思いましたけどはいでも、うん、次の同調圧力の話をしたいですね同調圧力、どうでしょうか、これ、やっぱりさっきのね、あの竹下さんの話にもつながりますけれども、新型コロナに関係ない、まあ、新型コロナの話は大変なんですよ、医療従事者の人たちとか、本当に大変なのは、うん、本当にその通りなんですけど、やっぱりそうじゃないことをすごく言いづらい。 くなってますよね、今。だから他の何かをなんかこう言えないっていうのがすごく強くて言ってもなんかいいねボタン押しづらいみたいなことがやっぱり正直生まれてるなと思ってますで、うん、あの実はやっぱ社会的な,なんかに困ってる人たちっていろんな人たちがいるんですねで特に今回で言うとですねやっぱりこう全世界的に起こってるんで経済的にとか社会的に弱い立場の人たちがみんな被害を受けてる で特にそういう人たちの方が被害を受けていくって考えたときに、あの、そういう人たちがでもね、コロナと直接的に関係ないように見えちゃうと何も言えないんですよ。うんうん、で、それが言い,言いづらい社会になってるなってすごく痛感してます。 いやそうですね、うんうん。例えば、ハフポストでも、まあ、気候変動っていうのが、まあ、今回、まあ、特に2020年は大事な問題だと思ってたので、えー、力入れようと思ったんですけど、今、気候変動を議論しづらいですし、まあ、メディアだけじゃなくて政治家もですね、それをアジェンダにしにくいですよね。うん。いや、本当に。だから、あの、そういう人たちが困ってるけれども、言えないっていうのは、本当にありますね。うん。うん 実際あの、どうですか、マザーハウスさんだとその、途上国の、えっと、方も仲間だと思うんですけど、そういったところの問題っていうのも、今後、世界で考えなきゃいけないはずなのに、やっぱりこのコロナが続いてる1年、2年は、だん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 ,だんそういう問題を言いづらくなるっていうのはあるんですかねあのリアルに、ですね、うん、もう途上国、今、すごい失業者、めちゃくちゃ増えてるんですよ、実は。 っていうのはですね、あの、やっぱりさっき言いました、こういう時って経済的に弱い立場の人から被害を受けてくるんですね。で、今世界中で当然需要、まあアメリカとか欧米を中心としたですね、マーケットが全部もうちっちゃくなってますから、全部オーダーがカットされてるんですよ。で、うちの工場はですね、雇用を守るって言って今でも給与払ってるんですけど、他の工場はもうどんどん人切ってます。で、今仕事が急速にみんななくなってるって状況なんだけど、それをやっぱ言えないですよね、誰も。 うんうん、でやっぱそういう人たちって、また声を発するのも弱いから、だから言えない、見えない世界になっちゃってるんですよね。で、それをじゃあ、今、大きな声で言ったところで、みんなも自分に余裕がないので、伝わりづらい環境かなっていうのは、正直思いますね、うん、うんどうしたらいいですかね、もうこれはもう1年、2年、まあ、続く可能性高いと思うんですけど、ずっとコロナの話が続いちゃうんですか、まあ、もちろんメディアの責任もありますけど、どう,どうしたらいいと思いますか。 えっと、僕はですね、実はあの、すごくあの、言ってる言葉の一つが、絆2.0って言葉を実は言ってるんですね。で、あの、絆2.0の意味は、絆1.0っていうのは僕らにとっては東日本大震災。あの時に、やっぱり新しい、先ほどもおっしゃってましたけど、クラウドファンディングの仕組みとかができてですね、やっぱりあとボランティアにみんな行くっていうのがあったりして、やっぱ支え合う社会っていうのをすごく意識したと僕らは思うんですよ。で、もう一回、みんなが被害を受けている、こう、正直言うとあの時っていうのは場所だったんですけど、 今回は、やっぱり、言い方悪いですけど、持つ人と持ってない人、も自分の生活守らなきゃいけない人と、やっぱ余裕がある人の間で、この絆を作らないといけないと僕はすごく思ってるんですね。 っていうのは、あのー、日本はですね、まあ今、あの、政策的にはですね、あのー、10万円を全員に渡しますとかいう話、あれは経済政策というよりも僕は社会政策だと思ってるんですね。要するに助け合いだと思ってます。で、それをやっぱ民間の力でやらなきゃいけないって言ったときに、一つのキーワードはやっぱ個人金融資産だと思ってて、この国はですね、個人金融資産が、まあ、1800兆あって、そのうち、はい、1000、はい、兆なんです。そうだ1000兆はですね、実は現金預金の残高が1000兆円あるんです。 であの、今回ね、日本は未曾有の経済対策やりますって言っても100兆円で、真水のレベルで言うと20兆円とか30兆円の話なんですね。真水って本当に使うお金ですね。で、そういう意味で言うと、この1000兆円が動いてくれるだけで全然違うんです。1000兆円の例えばこれね、あの3%でも動けば 30, 万30兆円ですから、やっぱこれをどうやって動かすかって言ったら、この絆2.0で動かしていかなきゃいけないと僕は思ってる。ただじゃあ 絆2.0ただお金が動けばいいかって話じゃないと思っててあの僕らみたいなやっぱり会社はどうしたらいいかって言ったらやっぱり今までいたお客様とどうもう一回繋がりを戻していくかがすごく大事なんだと思います今どうしても僕らはやみんなねやっぱ苦しい時って新しいことやろう新しいことやろうってしてしまうけれどもそうじゃなくって元々のお客様とやっぱりもう一回絆を戻していくでそういう人たちに支えてもらう逆に言うと余裕がある人はなくなったら困るなってプロダクト ね、不要不急かもしれないけれどなくなったら困るなってプロダクトを余裕がある人はやっぱり支えていってほしいサポートしてあげてほしいっていうのはマクロで見たらお金はあるのでどこかにですねそれをやってほしいなってすごく強く思ってます。本本当そう実はこれれ昔かから言わててる問題です日本ってお金金金金が現金とか預金、まあ、貯金に 溜まりすぎているっていう指摘も多くてですね、それがもし投資に回っていたら、まあ、新しいビジネスとか、若い人が作った会社にどん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 回って、まあ、経済がもっと活性化したりとか、うん、社会課題が解決するって言われてたんですけど、それがなかなか進まないうちに、まあ、今のコロナが来ちゃったんですけど、確かにお金が持っている、もちろん苦しい人はたくさんいますけれど、持っている人が お金を使うっていうだけでも大きいですよね、なんか物を買うとか、テ、まあ、イクアウトでちょっとお店を支えてみるとか、あるいはちょっと前払いをしたりしてみるとか、まあ、今は外に出れないんですけど、ネットで買ってみるとか、それ結構、個人ででできるアクションですよねそうですねあの、やっぱり昔と、うん、本当、震災の時と大きく変わったのは、なんかこう、やっぱりこう投資って部分とか,おか、ね、消費って部分でも選択肢を持てる社会になったんですよね。 うんうん、やっぱクラウドファンディングも前に比べたらすごく広くなりましたしあの先ほどおっしゃっていただいたように前払いみたいな仕組みとかもできてですねやっぱりこれからもっと広がってくると思います。であのやっぱり特に個人の、まあ、僕らはですね、まあ、あのそれでもファイナンスのバックグラウンドそれなりにある会社ですけれどももっと小さいところはですねその1個買うことがすごい大きな支えになる。 あとね、やっぱりあの、支えってい部分で言うと、今回私たちこういうね、あの、ライブストアみたいなのやってますけど、お客様とつながるってね、こんなに楽しいことなんだと思ってるんですよ、今。つな、うん、がれなくなる。人間ってね、やっぱり、ね、なくしたら初めてわかるんですよ、その価値を。<laughs> だから、<laughs> うん、やっぱりね、なんかそういう一つの購買行動が、経済的にもそうだけど、人々の気持ち的にも支える力になるっていうことを、今だからやるべきなんですよね、やっぱりね。うん でも本当そうですね。あの、買い物って言っても、あの、お金を払って、まあ、物をこうやって手に入れるだけじゃなくて、まあ、服を着替えて行って、店員さんとお話をして、まあ、ちょっと迷って、試着をしてっていう、まあ、全体の体験が実は価値だなと思ってるんですが、まあ、それが今、ごっそりなくなってますもんね。だからみんなストレスが溜まったりとか、ちょっと暗い気持ちになってますけど、 どうですかうです、ね、うマザハーサー以外の会社って皆さんこうやってつながれてるんですかねそれともできてるとこできないとこできてないとこがありますかやっぱりあの、うん、正直言うとまず一つはできてないところ結構多いです、うん、で、あのこれはですねまずあの人の気持ちとしてやっぱこういう状況になると焦る だとにかく何かしなきゃみたいになっていて、自分たちの手元にいるお客様を大切にできてない人たちが結構いるなってものが一つで。もう一個はこれが大きな問題なんですけれども、やっぱりあのー、今みんながネットにさもうバーンと EC だみたいに、ね、入り込んでるんで、もうレッドオーシャンなんですよね。だからその今地味盲量としたネットの世界の中で目立つっていうのがとっても難しいです。でいきなりなんか YouTube を始めて何か広がるかってそんな簡単じゃない。で、だから僕は既存のお客さんなんですよ。 あのやっぱりあの既存のお客さんにまず届けようと思ってほしい、いきなり YouTube ーンとやっても、まあ僕もやってますけど、広がるわけじゃなくて、既存のお客様に届ける気持ちであのやってほしいなと思うんですね。だからとっても今、あの周りを見てても、そんな簡単じゃないなっていうのは、すごく感じます。うん、分かりました。はいあの、ちょっとそろそろ時間なので、最後にあの買い物の未来ですね。あのコロナによって、まあ、変わるのか変わらないのかも含めてですね、今後、 買い物っていう行為がどう変わるのかっていうのを最後伺って番組に終えたいと思います。いかかがでしょうかあのやっぱりですね、これ、一つ大きいのは、まあ、こういう自粛の状況が続くと、ですねあのみんなやっぱり思い始めてるのはあの、お金使わなくなったなってやっぱ思って、使わなくても生きていけるじゃんっていうふうに言ってる人たち、結構いるんですよね、でこれがやっぱり長く続けば続くほど、無駄なものは買わなくなるっていうのはあります、多分 で、あの、そういう中でも、やっぱり買ってもらえるものになるためには、先ほど言ったように、違う価値、物をもう売ってても難しい時代ですね、正直。うん、物は EC 上で買えるし、必要なもの全部揃う時代ですで。そういう中で言うと、わざわざお店に行って買うとか、わざわざ物じゃなくて買ってくれるっていうものは、コミュニケーションだったりとか、やっぱり自分のお客様が買うことによって自分の存在を感じられるものだったりとか、そういうことにやっぱり行くだろうなとは思います。 それはずっと続いてきたことだし、もっと加速するんじゃないかなと思うので、なんかやっぱり皆さんにお願いしたい、まあ、あの、やってる方々にお願いしたいのは、やっぱり自分たちの価値って何だっけってことをもう一回問い直してほしいし、それをちゃんと発信して、元々の絆のあるお客様とちゃんと繋がり直してほしいなというのはすごく思います。うん、で、お客様は、そのお金を使うことで、それを支援できるっていうことですよね。そうですね。あの、やっぱり先ほどもね、話出てましたけれども、今って自分から情報取りに行かないと、同じ情報を浴び続けちゃうんですよ。 だから、あの、こうやっていいタイミングなので、僕はあの、皆さん、ぜひ見ていただいている皆さんにもお願いしたいのは、なんか自分がもともと興味あったものってなんだっけとか、あ、あ,あいう人たちをサポートしたいと思ってたよねっていうところを自分で検索して、今どうしてんだろうって検索して、やっぱ絶対みんな困ってるんですよ。どの世界の人たちも今困ってます、必ず。だから自分が持ってる問題意識とか、なんかこうちょっと価値観に引っかかるようなテーマに、もう一回自分から検索して、何ができるかっていうことをちょっとでも考えていただきたいなと思いますね。 はいわかりました、はい、山崎さんどうもありがとうございますすいませんありがとうございます、はい、楽しかったですはいまたぜひやりましょうぜひもう1回やりましょうはい、はい、よろしくお願いしますまたありがとうございましたはい、はいはい、ありがとうございます山崎さんこの辺でありがとうございましたはいいかがだったでしょうか本当に買い物を通していろんなことが分かりましたよね 私は一番印象的だったのは、外に出てお店に行って店員さんと話して何かを買うというのは、それだけでたくさんの情報に触れたり、たくさんの価値観に触れてるんだなと。店員さんと雑談して新しい情報に触れたりとか、あるいはお店の使っている商品の、商品の物語を聞いてあ、これを作っている人はどんな人だろうかということを想像したりとか、それでたくさんの情報を浴びていたのが今シャットダウンされていると。今家にいるということは、 そういった情報が入ってこないので、自分から取りに行くっていうことがまあ大事だなっていうことを思いました。まあ、買い物一つ取ってもですね、自分たちはいろんな価値観に触れていたんだなということを改めて思いました。えー、新型コロナ、買い物がしにくくなってますが、それを乗り越えるためにオンラインでやっているマザーハウスさんの取り組みを今日はちょっと伺ってみました。本当に面白かったですね。はい。では、今日はこの辺でお別れです。ハフポスト日本版の竹下でした。どうもありがとうございます。